95式水上偵察機95式水上偵察機は中島飛行機が開発し昭和10年に正式採用された大日本帝国海軍の水上偵察機である。機体略版は E8N。連合国のコードネームはデーブ。昭和8年に日本。川西は当時としては斬新な単葉機。愛知は副葉機ながら軽快な新設計で協作に挑んだが、 中島では90式2号水上偵察機をベースにしつつ各部を洗練した機体で審査に臨むこととした。副用、基金混成本組にハフバリという構造は90式2号水上偵察機から引き継ぎながら主翼や胴体の形状は空力的に洗練され、試作機は昭和9年3月に完成した。こうして90式2号水上偵察機と比べ速度、 上昇性能のほか、操縦、安定性など、あらゆる面で、著しい性能向上を見せた。川西機、愛知機との比較審査でも運動性、安定性で勝り、昭和10年9月に95式、水上偵察機として採用された。実戦部隊においても、本機の運動性能に対する評価は高く、96式艦上戦闘機にも匹敵すると言われるほどだった。 シナ事変では、その運動性能を活かし、本務である偵察以外にも紹介、爆撃任務をこなし、戦闘機代用として、制空任務に出撃して、敵の戦闘機との空中戦で勝利することさえあった。この活躍は、その後の日本海軍に二式水上戦闘機を、はじめとした水上戦闘機の開発を決意させるきっかけの一つになった。太平洋戦争の改戦時においても、 艦船や基地において相当数が使用されていた。零式観測機が配備されると、第一線部隊からは退いたが、哨戒機や練習機として終戦まで使用された。中には特攻隊に配属された機体もあった。日本海軍以外でもタイに輸出され、同国の海軍で使用されていた。生産は昭和15年まで続けられ、川西製は48機。 総生産数は約750機である。そのうち終戦時まで残存したものは50機であった。また、エンジンに12型改め1を搭載した前期生産型である95式1号水上偵察機のほか、12型改め2もしくは改め3を搭載した後期生産型である95式2号水上偵察機がある。2機種に外見の違いはほとんどなく、また、 性能も大きくは変わらない。昭和16年1月、ドイツは仮想巡洋艦オリオンに搭載されていた水蒸気アラド AR196 の代替としてベネッカー駐在海軍部会を通じて一機を購入し、2月1日、マリアナ諸島マウグジまで引き渡された。この機は偽装のため、英国の国籍マーク及びシリアル番号を表示し、操縦は クラウス・フォン・ヴィンターフェルト中尉が言った。5月26日、機体はマダガスカル島付近で離水中に転覆し、失われた。これは、第二次世界大戦で、日本の水蒸気がドイツの艦艇上で運用された、唯一の事例である。E8N1 出展、小木原史郎編長、日本軍用機3図面集、海軍機編1962年。 大鳥文書林館書源性能武装。ありがとうございます。